こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、2021年の10月31日に起こった京王線ジョーカー事件についてお話します。これは東京のですね、京王電鉄の京王線の電車の中でですね、10月31日、これ2021年なんで今から2年前ですねハロウィンのタイミングでですねバットマンに出てくるジョーカーの扮装をした当時24歳の服部恭太という男が、刃物でいきなり乗客の人を切りつけまして、さらにですね、2リットルぐらいのジッポーオイルを巻いて、で、それに火をつけて、で1人の方が意識不明の重体で、他16人の方がこの火災による煙を吸ったりとか、他もちょっと負傷者が出たりとか、そんな殺人未遂事件です。で実は今ですね、電車内の殺人未遂事件の裁判が東京で同時に行われています。一つは今言いました2021年の10月31日に起こった京王線のジョーカー事件で、もう一つはですね、そのちょっと前2021年8月に小田急線で起こった、無差別、殺人未遂事件です。こちら対馬悠介という37歳の男が、いきなりですね、女性電車に乗っていた女性に、刃物で刺したりとかですね、あとその牛刀といわれる刃渡りの長い刃物を振り回してですね、乗客の人を傷つけたという、この2つの事件が今京王線の方は東京地裁の立川支部で裁判が行われてまして、小田急線の方は東京地裁で裁判が行われています。でどちらもですね、結局この電車の中でその無差別に乗客を襲ったというような事件でして、この事件によってですね、今全国の主要都市に走っている比較的乗客の多い電車は、全て防犯カメラをつけなさいという、そういうお達しが出ています。特に東京なんかはですね、かなり防犯カメラが、電車の駅にはもうすでについているのが多いんですけど、電車の車内にですねつくようになりました。で大阪でもですね、一部そういうのが始まってるのかな。僕、大阪で電車乗ってますけど、実は車内で防犯カメラついてると思ったことないんですよね。なんですけど東京の方はかなり進んでるそうです。そんな電車の車内に防犯カメラがつくようになったこのきっかけの2つの電車内の無差別殺人未遂事件、この裁判が今行われているということです。で実はこれ先に起こったのが2021年8月の小田急線の方で、これ対馬悠介っていうやつがやったんですが、この男もですね、この男の事件を見てこの京王線の24歳の服部恭太はよし俺もやろうとなった。ほんまにこの模倣犯ほんまにやめてほしいんですけれども、実はこの対馬悠介の方もですね、さらに昔2018年の6月に新幹線の中で起こった無差別殺傷事件、これは小島一郎という22歳の男がですね、この事件は以前このポッドキャストでも紹介したんですけれども、要は無期懲役になりたかったので、1人ないしは2人殺そうと思って、新幹線で、その1人を殺害してあと2人を襲ったという。で最終的に裁判の中でですね、無期懲役は言い渡された時にですね、万歳万歳って言うたという、どうしようもないいい事件。この事件があって、でさらに小田急線の事件があって、でさらに京王線の事件があって、それら全ては模倣犯であるという、ちょっと負の連鎖がどうしようもない感じなんですけれども、これら2つの事件の今裁判が行われているということです。で今日はこれちょっと2つね紹介したいなというのと、最後にですね提言といいますか、もうどないしたらええねんというような話をちょっとしたいなというふうに思っています。まずはこの京王線のジョーカー事件の方です。これ事件を起こした服部恭太は当時24歳でした。この人もともと福岡の人でして、確かお母さんお一人で妹さんと2人兄弟でお母さんと3人で暮らしてたんですけど、小学校の5年生ぐらいで小学校の女子からちょっといじめられたというか嫌われてた時期があった。これが中学校ぐらいまで続いたと。で思い悩んで殺人未遂なんかをしたことがあるということなんですけども。なんですけど、中学生の時にですね、陸上部に入ってたんですけど、後輩の女子と付き合い始めた。ここからですね、自分も女性と相思相愛の関係になれるんだっていうので大変自信をつけてですね、高校の時は空手部の主将、キャプテンになったりもしてるんですよね。で結構公私ともに充実していたんですが、高校卒業後就職で介護施設で働くようになって、この頃からですね、ちょっと転落人生になってくると、転落って言ってもね正直あんま大したことないんですよね。この介護施設でちょっと人間関係がうまくいかなくなって。辞めまして、でその後コールセンターなんかでアルバイトを始めます。でその間もずっと中学校から付き合ってた彼女はですね、長い間9年間ぐらい付き合ってたんですけれども、急にですね、この服部恭太の誕生日11月やったらしいんですけども、もう別れへんと、いうことが言われた。この時ですね、これ犯人がおそらく23歳ぐらいかなになった、もしくは24歳の誕生日がどっちかぐらいなんです。もう別れへんと、私ら9年付き合っててんけど、ちょっと違うかもしれないっていうので別れた。で実は結婚を前提に同棲してたんですけど、別れちゃった。でその後ですね、その次の年の5月ですね、ちょっと仕事関係でトラブルなんかがあった、そんな時に、前の彼女何してんのかなと思って SNS で見てたらですね、元カノ結婚してるやんとなった。別れてからもう1年ぐらい近く経ってるわけなので、1年も経ってないかな、半年ちょっとぐらい経ってたんですけど、結婚してた。それに驚いたと。もう自分なんて生きる価値がない。もともといじめられて自殺未遂をしようとした時にですね、彼女が自分のことを好きになってくれて気持ちを取り戻した、自信を取り戻した。その彼女に別れを切り出されて別れて、で彼女は別の男と結婚した。でこうなったら死ぬしかないとなって、自暴自棄を起こして、自殺未遂なんかもしたんですが死ねなくて。でその頃やってたですね、ジョーカーという、映画、僕もあれ見ましたけど、バットマンの敵役のジョーカーですよね。ピエロの形をしてですね、もう自分の口が常に笑ってるようなメイクをしてですね、でもともと心にちょっと病を抱えていた男がですね、現実の中の耐えられない不条理の中でですね、ちょっと気持ちがおかしくなっていくと。でテロのようなことをしだしてですね、でそのテロ行為に、その住民というか、多くの、不満を抱える、社会の中に不満を抱える人たちが、そのテロ行為に、同調して暴動のようなものが起こっていく。で、悪のヒーローが誕生するという、そんな映画やったんですけど、それに感銘を受けてですね、自分は逮捕されて、人を殺して逮捕されて死刑になろうと。で決行はハロウィン当日がいいと。でそのために24万ぐらいかけてですね、その服を買って靴を買ってコートを買ってですね24万かけてるんですよね。でサバイバルナイフとライターとですね、でジッポーオイルもたくさん買って、それをペットボトルに移し替えて、それをカバンに入れてこの京王線に乗った。で、夜の11時ぐらいですかねに電車に乗ってですね、でカバンの中から、そのナイフを取り出そうとした時に、70代の男性がですね「おい君何をしてるんだ」という注意をした。でその男性に対して刃物で襲いかかって胸元を刺して、この男性9日間ぐらい意識不明やったんですけど、その後意識回復してですね、怪我も回復したと。なんですけど同時にですねこのジッポーオイルを巻いて火をつけて、そんなこんなで17人ぐらいの方が何らかの怪我をしたということで逮捕されて裁判になっているということです。でスマホのメモにはですね、10人以上は殺すぞとか、サバイバルナイフで刺すんだとか、で刺してから適当なところにライターオイルを巻いて火をつけるんだとか、そんなことを書いていたっていうので、大量殺人を狙った事件だということで、今検察と弁護側がこの量刑に対して争っているということです。で7月の31日ぐらいまでですね、東京地裁の立川支部で、裁判が行われています。今日がですね7月の5日なんですけど、次の裁判は7月11、さらに7月12、7月13で7月の18、20、21、31と行われますので。行きたいなぁと思うんですが、僕はちょっとこの辺りすごく忙しいので行けません。行きたいなぁと思っていますし、ツイッターなんかでですね、傍聴した人のコメントとかを見たいなというふうには思っております。これが京王線の事件ですね。さっき京王線の事件に対しての結論から言わせてもらいますとですね、24万払って衣装を揃えて人刺すんやったら、風俗にですね5回ぐらい行ったらどうですかと僕は言いたいです。昔作家さんでですねなんかお悩み相談を受けたらですね風俗行ってこいってばっかりなんか返事をしていたあれ誰やったかな、落合なんとかだったかな、そんな人がいたっていう話は聞くんですけど、僕もそれをこの人には言いたい。実際この70代の男性がですね、勇気を持ってですね「君何してるんだ」って言って、その人は刺されたんですが。他に大怪我を負った人がいないというのが、でその刺された人も助かったというのが、この京王線の事件に関しては不幸中の幸いというか、この70代の男性の本当に勇気でですね、なんとかこの被告自身も救われた部分があると思うんですよね。本当に見知らぬ女性とかにいきなり襲いかかってたら、致命傷を与えてしまっていてですね、本当に取り返しのつかないことになったかもしれないんですけど。この70代の男性に本当感謝すべきやろうなというふうには思います。つうかその前に24万も払って衣装を揃えてなんでそんなんすんのと思うんですけど、もう自分なんて生きる価値がないというふうに思ってしまったんでですね、それやったら人を道連れにして死んでしまおうと思ったんでしょうけどねえ。とりあえずめっちゃ美味しいもん食べてですね、もう風俗行ってですね、すっきりしたらですね、よっしゃ大量殺人じゃんとはならんのちゃうかなと。本当にこういう発想がですねもう全時代的で、今の時代はもうコンプライアンス的にも受け入れられないっていうのはもう重々分かってますけど、いや結構ここに真実があるんじゃないかなと思います。なんだったらですね、こんなんもう犯罪行為を推奨するようなことなんで、おおよそ許されるような発言ではないんですけれども、オランダとか行ってですね、オランダなんか行かんでもいいわ、もうカンボジアとか行きゃいいんですよね。でもう大麻とかね、もう吸いまくったらいいんですよ。でもうダメですよ、日本の法律ではダメですよ、ダメなんですけど、もう人殺すぐらいだったらね、もう僕はそれでいいんじゃないかと思うんですけど、日本国内でやったらもう完全な犯罪ですし、日本人が海外でやっても一応犯罪ということになってるんですが、人を襲うぐらいだったらええんちゃうと思います。で僕正直ね、こういうなんていうかな、ほんまにちょっとしたストレスで自暴自棄になってですね、ちょっとしたかどうかっていうのは本人次第なんで、僕には計り知れないですけれども、9年間付き合った彼女さんと別れた、大変ショックやったでしょう。でその方がもう二度と自分の元には戻ってこないと思った、誰か他の方と結婚されたねえ、もう大麻とか吸いまくったらええやん、それやったら。でもうね、風俗行きまくったらええやん。24万あったらですね、別にオランダでもですね、行けるし、別にオランダ行かんでもカナダでもいいですわ。カナダも今合法ですから、大麻ね。行ってですね、スパスパ吸うかですね、この方は福岡ですか、もう福岡じゃないですか、もう熊本のね、あれブルーシャトとか今あるんですかね、ちょっと僕知りませんけど、そういうとこ行ってですね、もう金使いまくったらいいじゃないですか。でも全部なくしてですね、で彼女にはなんかおめでとうかなんか、ね、別に手紙も電話もせんでいいですけど、おめでとうっていう気持ちを持ってですね、やったらいいんじゃないかなという、なんかすいません、ちょっと急にテンション上がってしまいました。で続いてはですね、その前に起こった事件です。これ2021年の同じ年のですね、8月に起こった小田急線の無差別殺人未遂事件です。この事件は犯人がですね、当時37歳かな、これ裁判になった今37歳なのかな、だから当時35歳ですかね、対馬悠介という男が、牛刀という刃渡りがあれ20センチぐらいあるのかな、とっても長い包丁を持ってですね、この夜の8時半ぐらいに小田急線の車内でですね、乗客10人に対して包丁で刺すなどを行ったと。でその中でもですね、一番最初に刺した女子大生さんだったかなが、かなり重傷を2回ぐらい刺されて、逃げようとしてさらに後ろからも刺されてしまったという、そういう事件ですね。20歳の女子大生の方ですね。でそこからまたこの牛刀をガンガン振り回したもんで、それに手が当たったりとかですね、肩が当たったりとかですね、で切られてしまった人がこれ十数人ぐらいいたということです。でさらにこの対馬悠介はですね、この小田急線の電車の中にこのサラダ油をまいてですね、でライターで火をつけようとしたと。なんですけど、サラダ油はまいても火はつきません。ジップオイルは巻いてライターで火をつけたらつきますけど、なんでその放火の部分では、放火に至らなかったと、いうことです。でこの対馬悠介に対しての裁判は今東京地裁で行われています。これがですね、7月の7日までに終わるのかな。今すでに1、2、3、4、5、6回裁判が7回裁判が行われてますね。で、多分これは7日にいいかな。7日に判決が下されるということです。で、この対馬悠介の方はですね、ちょっと先ほどの男、服部恭太とはですね、ちょっと動機が複雑というか、ちょっと精神的に錯乱してたところもあると思います。この人ね、もともとですね、躁うつ病みたいな人やったんですよね。双極性障害だったかな、ものすごいテンションの高い時とものすごいテンションの低いところが交互にやってくるっていうタイプの人です。でもともとですね、高校もかなり優秀な高校に通っていて、で大学もですね、中央大学の理工学部に入ってるんですよね。で、中退しちゃうんですけれども、で顔もですね、元サッカー部ということで結構イケメンで、ナンパがとっても大好きでですね、いわゆるナンパ師であったと。で、残ってる写真とかもとにかくチャラい感じです。で海外旅行行ってですね、イタリアとかでもナンパをしていたっていうような、本当に女の人が好きやった。なんですけど、大学を卒業してからですね、ちゃんと就職ができなかったっていうのもあって、ちょっと氷河期の最後ぐらいなんですかね。こうアルバイトとか派遣社員とかで職を転々として、最後は生活保護で月10万ぐらいのお金をもらって暮らしていた。で、最後の最後ですね、新宿の方で万引きをしまして、で警察のご厄介になります。でそんなこんなで、自分の中にですね、鬱屈とした感情、世の中の例えばですね、コンビニとかでアルバイトをしていたら、買い物に来る女の人とかはカードを持っていて、それでいろんな好きなものを買う、当たり前なんですけど、その当たり前がこの対馬から見ればですね、自分はずっとその梱包の工場で働いてたり、温泉の住み込み従業員でパソコン工場で働いたりとか、コンビニ店員とかしたりとかですね、パン工場で働いたりとかしてて、自分は稼ぎが少ないからカードなんか持てなかったと。どの仕事も長くちゃんと続けたらカード持てるんですけどね、この人は辞めてしまうので持てなかったと。で幸せそうにしてる女たちが嫌だったと。でナンパとかした時もですね、ナンパはですね、僕も結構したことあるんで分かるんですけど、女性からは本当にそのひどくというか、当たり前ですよね、知らん男がいきなりなんか「あ何してんの何してんの、ちょっと止まって」みたいなことを言うてくる男に対してですね、はーんってなりますわね、普通にね。僕もなんか僕みたいなおっさんが「お兄さんちょっと止まってよ」って言ったら「何止まる」とは言いませんよね。無視してスッと行きますよね。冷たいんです、当たり前です。でそんなんがすごい腹立ってたと、いうようなことでですね、とにかく女性に対して攻撃をしたいと、いう感情が募っていきます。で最後の最後ですね、自分がベーコンとオリーブオイルを新宿で万引きします。で女性店員に捕まってですね、で女性店員にですね、なんてことしてるんですか、あんた本当にもう出入り禁止で、全てのこのチェーン店に来れないように社内で共有しますって言って、タブレットで写真カシャカシャ撮られてですね、で警察も呼ばれてですね、警察も「お前ほんまいい加減にせえよ」と「お前金持ってんやないか、ほんなら払えよ」一回ちょっと署に来て事情聴取やって言って、その後パトカーで、署に行って、厳重注意で返されてるんですけど、もうこれが我慢の限界だということで、この2021年の8月にこの小田急線にですね、この牛刀を買って、でそれを持って乗り込んで、たまたま近くにいてピンクの服を着ていた20歳の女子大生の胸元にこの牛刀、刃渡り20センチぐらいの包丁をブサッと突き立てます。でさらにもう一回ブサッと突き立てて、女性がキャーって言って逃げようとしたら後ろから切りかかった。でその牛刀を振り回して、そのサラダ油を巻いてですね、でようやく近くのコンビニかどっかに行ってですね、自分はこんなことしましたということを言って、警察に逮捕されたと、いうことです。この人は自業自得といえばそうなんですけれど、少し精神的な障害もあったと、いうことは言われています。その景気が良ければね、もしかしたらちゃんとした会社に勤めれたのかもしれませんし、この双極性障害、一説には統合失調症であったっていう話もあるんですけどもこの精神障害がなければですね、こう順調な人生が遅れてたのかなとも思います。だからってね、そのやったことを許されることではないんですけど。何が言いたいかというとですね、この対馬の方ですね、この小田急線の方はですね、風俗行ったぐらいでどうこうなるっていうような問題ではなかったと、もう少し根深い問題を抱えていたんだろうなというふうに思います。なんですけどね、これ本当に刺されたこの20歳の女性はですね、本当に大変な思いをして、傷跡も今でも残っています。なので、そのあたりはちょっとその判決的にどういうふうになるのかなっていうのはちょっと、これからですね。この対馬の方に関しては、裁判の傍聴録みたいなのもネットに上がっています。本当に若いカップルたちがなんか楽しそうにしてるのが許せなかったとカップルたちをですね日本刀で首を切ってですね、でスクランブル交差点に爆弾を落として、で復讐してやろうみたいなことをずっと想像していました、みたいなことを裁判でも語っています。やばっと思うんですけども、ちょっとそういう人だったと。で一説にはこの警官とかですね、この最後万引きした店の店員なんかを本来は狙っていたと。なんですけど、その万引きした店にまた戻ったらですね、ここ午後8時閉店やったんで、午後7時閉店やったんで、すでに店が閉まってたんですよね。なのでこの万引きを捕まえた女店員が本来狙われてたはずなんですけど、その人はなんとか助かったと。その代わりに小田急線に乗ってた人が襲われてしまったということですね。で実はこの京王線の、事件のこれ服部恭太は、この小田急線の対馬悠介を模倣した。でこの対馬悠介もですね、新幹線の事件の、小島一郎を模倣したと、いうことで言われてまして、こういう事件というのは基本的に誰かが模倣しますよね。でみんなもう最近ですね、刃物を持って、さらにはこの燃える液体ガソリンを持ってですね、この2つでその無差別に人を襲うっていう。なんかある意味ではですね、ちょっとそれが一番たくさんの人を殺せるっていうことが、この犯罪者の中では、なんとなく知識としてもう広まってしまっています。大阪でもですね、北新地の心療内科クリニックで起こった事件ですよね。あれも20何人の方が亡くなりましたけど、そういう事件であるとかですね、京都アニメーション事件ですよね。あれももうぼちぼち裁判が始まるかって言われてるんですけど、あれもガソリンをまいて燃やしたことによってたくさんの人が亡くなりました。でこういう事件は残念ながらですね、これからも確実に繰り返されると思います。ので、そういう場所にいたらですね、警戒するしかない。でももうそれね、どうやって防げんねんっていうのはちょっと難しいんですけども、今ですね、こういう裁判が行われてますので、興味のある方は、お近くにいらっしゃる方は、小田急線の方は、東京地裁の方で、京王線の方は東京地裁の立川支部の方で、裁判やってますので、これね、裁判所の裁判員裁判改定期日情報というのがホームページで見れますので、お近くにいらっしゃる方はですね、大体見に行きにくい時間です。午前10時からとかなんで、もう仕事しててどうやって行けんねんっていう感じなんですけど、興味のある方は行ってみられたらいかがでしょうか。今日はですね、電車内の無差別事件についてお話をさせていただきました。ありがとうございました。